皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら宇治村選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでですね、 OB 第3弾目玉ですかね、一番の目玉は今年初登場っていうところで登場しました宇治村さん。阪神純正でねランキング走ってきたのでピックアップしていきましょう。それでは早速乗り組んでいきます。弾道アーティスト、ミート82、パワー84、走力71というところですね。で、守備適性が78の B、特殊で A まで行くんですけど特殊してません。はい、まあ捕球29、スローイング66、肩が69というところで捕球29、まあサードで29ちょっと怖いですかね。まあまあまあ、うん、自分は現状サードで使おうかなというふうに思ってます。で、特殊能力が超アーティスト、広角打法回チャンスというところで、まあ強いですね、広角アーティストっていうところで増えますね、広角アーティストしかも今年はアーティスト3人目ですしね。で、新規が2人と、新規のアーティストがね2人というところで、そんな増やしていいんすかまあまあまあいいとして、かなりね自分も阪神純正やってるので嬉しいんですけど、まあ今回ピックアップしていきます。それでは早速ランク戦で使っていきましょう。どうぞ。はい、では1試合目ですね、やっていきましょう。2番で連れてきてますというところで、F3 コラスに、まあ同じサードですけど、まあさすがにね、広角アーティストはどっちも一緒に使いたいのかなっていう感じではありますね。はい、意外と曲がりますね。さあ、出ましたね、広角アーティスト、内村さん初使用ですね。なんとか打っていきたい。なるほど、さあバッターは何を待っているか。いい球でしたね。163キロ。ナイスボールですね。ちょっともうなんか甘い球来てくださいよ。見逃し三振、ツーアウトになりました。クリーンナップが登場します。バッターバース、ツーアウトランナー。いやーマジか。広すぎる、やばい。まあまあまあ、まあ守備っていうところはどうなんですかね。なんか結構見ますね、捕球悪いっていうのはね。うん、まあ、ちょっとね自分は守備 B で使うんですけど、 A はしたいけどね、全然できると思うんですけど、いやどうかな、割とね素材なかったりするっすよね。なんでまあなんか特訓コーチとか全然使ってないんで、そこら辺でしてあげてもいいかもしれないっすね。うん、でもただ B ランクとか使ってまでやれるかって言われたらちょっとやれないとは思うので、まあそこら辺はまた、うん、サードで使うならするんじゃないかなという感じではあるんですけど、ちょっと今日は見てみてっていう感じではありますね。はい、おいね。さあ2打席目回るかな、ちょっと頑張って回しますわ。うわマジか。はい、では2試合目ですね、回ってこなかったんで2試合目ですというところで、いやまた先行ありがたいけど、マジで2打席回しといい。2打席ボールチャンス出ろ。うわいいね。さあチャンス、チャンスどこまあいいでしょう、広角アーティストというところですね。ボールになります。うわ、ええー、いやまあアーティストっすね、さすが。いやー飛びましたね完璧っすね。いやいいね、いやアーティスト羨ましいな、増えるのホークスも増えないですかね、まあ、阪神も増えても嬉しいんですけど、逆になんか対戦するのは怖いですけどねスピリーグとかやったらね、阪神同士でやるのってまた怖い野手が増えたなっていう感じではあるとは思うんですけど、めっちゃ強いですね、めっちゃ怖いななんでまあチーム魂杯とかであんまり当たりたくないです。アーティスト多すぎいやなんかオリックスも増えるときどんどんどんって増えましたけど、阪神も増えました、まあ、この浜中選手かね、うん、ヒットかしかも
あ、おお、全出し90-99、めっちゃいいっすね。はいはいはい。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。うわ、全然引っ張っちゃってるし。いや、流したかったっすね。まあまあまあ、いいでしょう。まあちょっと、もうちょっと藤村さんの打席見ていきましょう。さあ3試合目ですね。藤村さんとこのこの1個も出ない。まあまあ、初球ボール、まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。うわ、超えると危ねえ。ちょっと上がんなかったですね。まあそれでも超えてくれると強いですね。はい、まあアーティストなんでね、やっぱ普通に特能出なくても割と逆方向持っていけたりしますしね。エスコバル、そうですね。はい、まあもう1打席回しましょう。さあ2打席、うーん、広角チャンスを変えてくれます。マジありがてやんですけど、広角出たからいいっすけど、はい、さあ、うわあ、危ない。変化球わずかに外れてボール。あ、全然ボール。まあまあまあ、次行きましょう。喧嘩。さあ藤村さんも降格といいね。4試合目ですね。なんとか打っていきましょう。うわ、入るー、いいね。さすがっすわ。いいね、気持ちいいわ。打ちました。おお、範囲広い。わかんないですけどね。はい、では今日はこの辺で終わろうかなというところで、めっちゃ召喚いいっすね。やっぱアーチスト合格はね、本当に強いなっていう感じで、やっぱアーティストと比べてもね、やっぱ2つ分くらい頭ね抜けてますもんね。結構広角ある時とかない時とかの打球の飛び方とか質とかですね、まあ、全然違うのかなっていうところって、本当に広角アーティスト増えるのは本当にその球団のね環境を大きく変えるのかなっていうところって、もちろんなんか自分が使う分にはねめちゃくちゃいいんですけど、なんか対戦するの怖そうだなっていう感じですね。うん、まあそれでも藤村さん本当に強いのかなと。守備もいいのもいいですね。今日はね1回くらいかな、ちょっと最後にあったと思うんですけど、あれはどうですかね、なんか守備この範囲じゃないと取れないのかなって思ったり、まあわかんないですけど、結構なんかああいう打球ね取らないことの方が多いのかなっていう風に個人的なイメージあるので、まあそこら辺取ってくれるのはいいのかなと。まあ、ただ強い打球の時はもしかしたらそらすかもしれないですね。まあ、そこら辺は本当にずっと使っていかないと分かってこないところなのかなっていうところでね。まあ、守備範囲広いっていうところはかなりいいところなのかなというふうに思います。まあ、スタメンは確実だろうなというふうに思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、伊豆でした。お疲れ様です。